でとりあえずこれでね作業しながらもう一個の畑の方もねつなげていきましょう。とりあえずそういえばね直してくるの忘れてたんでね、ここで修理だけしときましょう。修理しとかないとね、ほんと。作業スピードにね関わっちゃいますからね。じゃあいってらっしゃい。はい、じゃあね次の畑のね改造はこいつにやってもらいましょう。おお、羽飛ばしちゃったよ。すげえめんどくせえんだけど。立っちゃったじゃん。あんまりね勢いで行動するもんじゃないですね本当に。これどかせば寝るでしょう。リセットするとね取りに行くのがめんどくせえですからね。ダメですね。じゃあ勢いよくバックしよう。 OKOK あっちもね順調に動いてるみたいですね。じゃあこっちですけどね、とりあえず造成工事から始めましょう。まずはね地形変更でここら辺のね高さを一定化させちゃいましょう。あーやっちた。まあいいや、どうせ畑に住んだからね。はい、あとはねこうなだらかにするっていう作業ですね。まあこれでねいくらか大丈夫でしょう。じゃあねこのままオンにする。はい、行きましょう。はい、 OK ですね。とりあえずあとはここのラインで行きましょうか。ちょっと待ってね、この前にこっちのね修正しときますか。はい、これでねあとはね縁を揃えるだけでいいでしょう。であとはこっち側つなげちゃいましょうね。そうか、ちょっとね厚めにつなげときましょう。全然ダメじゃねえかよここ。ちょっと待ってね、ここがまだ全然ダメだっていうのが分かった。そうか、分厚めに持っときましょう。ここら辺は俺の土地じゃないからダメなんですね。あ、違う違う違う、間違えた間違えた。はい、こんな感じかな。ちょっと待ってくださいね、ここのね縁をちゃんとやっぱ先に揃えとかないとね。あとここら辺やっぱ邪魔、この草、うん、ここのね高低差がやっぱねちょっと気になりますよね。ここら辺をねちょっとなだらかにしときましょう。はい、 OK かな。これでねいくらかなだらかになったでしょう。はい、あとはね塗りつぶしですね基本は。ここのね水草みていうのはねもうどうしようもないでしょうね。まあ結構ねこの作業はね時間かかるでしょうね。なんだかんだでね広いですもんね。
あっちはもう半分ぐらい終わってるみたいですね。はい、ここのね、侵食しちゃったところは修正終わりですね。じゃあ残りどん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 潰していっちゃいましょう。ああそうか、いや、やっぱいいや。なんだっつったらね、例えばこれで作業スピード変えられるんですよね、モッド導入してるから。ちょっとね、作業スピード変えちゃいましょう。はい、作業スピードね、25キロになりました。だからね、ちゃっちゃと仕事終わるでしょう。まあカルティベーターでね、畑おこし、まあ畑にすることできてる時点でもね、だいぶ時短作業なんですけどね。はい、やっていきましょう。あれ？オンにするにしたのにな。まあいいや、これで大丈夫でしょう。ほら、早い早い。さすがにね、25キロになると早いですよね。まあほぼほぼね、倍のスピードでやってるわけですからね。まあほぼほぼだけど。はい、もう少し。まあでもやっぱりね、25キロ効果が出ててだいぶ早いです。残りあとわずか。まあでもこのあとね、また形の修正があるんですけどね。どこの部分の修正だっつったら、こっちの部分ですよね。こんないびつな畑ね、さすがにって感じなんで。はい、残りわずか。はい、じゃあね、こっちの修正ですね。まあどうだっつったら、単純にね、また塗りつぶすだけなんですけどね。あー、若干ミスった。まあいいや。はい、あとはね、ここの部分ですね。あんまりね、結局こっちのフェンスに近くてもね、ダメなんですよね。はい、完成です。ってことでね、ここにね、パン屋を作っていきましょう。あ、こっちでいいかな。ここのエリアにね、パン屋作っていきましょう。あ、でもそんなにパン屋いらないか。建物、パン屋ですね。 A3、 ここに1軒と、まあ、あんまりいらないか。じゃあこっちですね。ここに1軒と、ここに1軒と、ここに1軒。まあでもこう、実際ね、うまくちゃんとできてますね。ここなんか微妙に残ってるの気になるけど、まあ大丈夫でしょう。カルティベーターはね、あんまり使わないんでね、こっちの方置いときますか。はい、とりあえずね、新規の畑をね、追加したってこともあるので、石灰巻いときましょう。石灰、本当はね、すき込みとかもね、やんなくちゃいけないんだろうけど、まあぶっちゃけて言うとね、すき込みの方はもうオフにしちゃってます、早速。はい。
まあ、順番ね、石灰からやるのもおかしいのかなとは思うんですけどね。まあとりあえずここ4つの畑が1つですね。で結局はね3つの畑をまあ不規則につないだ結果こういう形になったってところですね。あとあとねこの55のここのスペースはねグリーンハウスを建ててもいいのかなという気はしますけどね。はい、もうだいぶね形変わってきましたよね。で次はねこの31を買いたいと思います。はい、ちょうどこっちね種植え終わりましたね。じゃあそういうことでねあの奥側の畑もねやっときましょう。いいですね、これでねだいぶヘルパーがね動きやすくなると思うんですよね。で新しいまあ今度の方向はねもちろんこっち側ですよね。でこっち側から始めることによってねそこのフェンスもね多分難なくかわせるとは思うんですよね。あっち側から始めちゃうとねどうしても最後そこのフェンスに引っかかる可能性もなきにしもあらずだと思うんですけどね。土地を増やした割には耕作面積は増えてないんですけど、ただその代わりね安定感は増したと思うんですよね AI の。まあそれでね良しとしましょうよね。はい、ってことでねとりあえず今回のねファーミングシミュレーターは以上になります。まあ次回はね何をやろうかなってところだと思うんですけどね。はい、それではね本日も最後までご視聴ありがとうございました。